取れた人の束があるです。このお店にはやばいよね、やばい量です。全部カニーナ、はい、皆さんこんなに取れているお店はご存知でしょうか。もう一つ忠告するんですけど、ピンボンバン死にました。なぜ死んだっていうのは故障中になりました。なぜか原因不明の死を果たしました。ピンボンなんか押しても出ないらしい。そうそう、押してもこのなんだろう、この卓球の球っぽいやつがピンが出ない、ボーンって言ったけど音だけだってね、出ないっていう。まあちょっとでも挑戦してみよう。あ、若干のミニ挑戦で、はい、だってうぜえな。取れる日が来ると嬉しすぎたよね、うん、クレジットめっちゃいける。何クレジットまでいけんの、入れまくっていい。待って、こんな待って、ごめんじゃあジムになって最悪。あ、まだ5。あ、入れまくれ。2桁まで表示できるわけでしょ。だから99までいける。あ、でも80ぐらいまであるじゃん。入れるか分かんないけど、めんどくさいよ、ね、まあ、ある程度1桁いけるのかやってみよう。10クレジット入りましたなんて初めて言った挑戦で。なんかいつもさ、1クレジット入りましただよね。今日10クレジット入りました。このお店には巨匠がいるそう、いるようですね。匠というか、うん、なんだよ、確率機の匠もいるみたいで、なんか撮れた人の写真を見ればなんと同じ人がね、そのあんま顔は映せないんだけど、あのここの人、この人がいるんですよ。この人が同じ人なんです。同一人物が3回撮ってるんですよ。これはもう確率機の匠と呼ばせていただきましょう。ちょっとナイト君、ああそう、案外あんま盛り上がってないところが撮れるかもしれないっていう。案外撮れる。あ、だってこの運んでくる距離が短い方がね、取れんじゃん。そこら辺で取りまくる。乱獲しよう。乱獲。アンパンマンチョコに。お腹も落ちる。どんどん落ちてくる。溜まってる。他のところでやったら1枚も取れないってことあるじゃん。うん。ここはあんまないですよ。1回1回は少なくてもね、着実に増やしていってるね。待って、僕たちは本当にあれを取ったわけでしょ。あ、はい、2番ですね。はい、ありがとうございます。で、写真だけ。顔隠してはいいですか。あ、いいっす。はい、取れた景品です。まあ後で詳しく紹介しましょう。はい、後で詳しく紹介しましょう。こちらね、まずやりましょう。登録者数がね、増えてきた記念にもなる。あ、はい、あ、映ってました、映ってました。一回回収する。あ、なんて、どれぐらい取れた？何クレジット入れた？15回ぐらい入れたよね。今日のラッキーアイテム、UFO キャッチャー。あ、ちょっと待って、今日のラッキーアイテム、UFO キャッチャーなの？意味わかんない。今回ものすごい勢いで出てきますね。待って、映す。カリーノが開きました。カリーノの全ての電気が、あ、ついた。おお、電気が復活しました。あ、着々と開けてたんだ。ごめんごめん。全部シフォ打ってるとはな、坂州シフォ。本庄見てみろ、カーツ。これで終わった。もう一回やれよ、これ。一回やりましょう。